あっちで、あここにいたら来ちゃうから、でいつもこの手ね、この足気をつけてんので、まあ同じことしか言ってないんだけど、ここの手よりこっちの方が大事、僕はね、感じとしては。でこの手取ってきて、この手は握っちゃったから、握っちゃってくるから、引っ張り込むのだけ引っ張り込んで、あーってボカってこれね、来るのね。でそれだけ注意してるの、これ。だから引っ張りこ、まあ、込まれてもいいように、それからこの手、この足、これすごい大事で、こっちはそんなに大事じゃない、引っ張り込むぐらいしかない。だからこうやって出しておいて、たらいなくなっちゃったら、彼はこの後引っ張り込まないといけない、この後引っ張り込んでボカッとくるのね。でもこう来た瞬間に引っ張り込まれても、こうついていけばこう倒れ、自分で倒れちゃうから、僕の方が半歩早いからね。そういう話で、姿勢をちゃんとして、引っ張り込まれてもどうしてもいいっていう形で、こう腰だけ返す、腰だけ返すって、そういう話でね。でこう起きて、こうね、こう腰だけ返す、でそういう展開やってですね。じゃあやりましょう、どうぞ。腰こっち行ってもいいんだけど、こっち行ってもいいよね、こっち行ってもね。で腰こっち、ほらこうで、例えば、例えばさ、天地投げでも、もうこうやってこうやってこうやってしてもいいし、こっちからこうやってこうやってこうやって、こういう両方こうできんね。こういう稽古熱いしね、ちょっとこの方がいいかなと思ってるのね。で本当はこれでもできるのね、これこうやってやって、こっちからこうほらこうで、こう落とせば落としちゃうんだけど、こういうふうにして、で今度こういうふうにして、こうできますよね。でお互いに左右ね、左右こういうのを自由にして、硬いとできないから。でどうしようかな、天地投げやろうか、天地投げこうね。でこう来たら今度こっち、で今度こっち、こうでこれ、あこっちは上げる、こっちは下げる。で普通こうやってやって、はい、じゃあ次、はい、やりますよってこうやってやるんだけど、普通こうやってやったら次です、こういうふうにほら、常に自分がリードしてるって感じ、こういうふうにね。でこういうふうに、ちょっとこれこういうのやった方が熱いしいいかなと。じゃあちょっと天地投げでやってみましょう。で今度こういうの、こういうの、今度こういうの、こういうの、こういうの、今度こういうの、こういうの、こういうの、そう、こう左右できるよね。つながってればこういう、つながってれば両方持たしといて、こうこう、そしたらこう変わって、今度こうで、これって最近の人って、最近のしこうね、こういうふうになっちゃうんだけどさ、本当は俺たちはこういうふうに習ったの、はい、両手上だよって。でもう毎日これ離れてもこういうふうにちゃんとできるように、両手とも上、両手ともこう上、こうやらないの、斜めにならないの、それから手で出ないので、こういうふうにこうね、ちゃんと姿勢が一番大事だから、こうでこうバッてでこれやると位置、受けの人は大変かもしれないけど、この詰まらないよね、こうやって詰まってないよね、詰まったらできないんだから、これは次の段階で、この辺でこうやってやってっから、こうやってやってっから、こうできるの、こうやってほら、こうやってね、こうやってこうやって、ただやってるのはさ、こうやってやってるだけなんだけど、で腰変えてるだけなんだけど、その辺で周りの研究になるから、ちょっともう少し今度これでやってみましょう。こうね、こうでしょ、たらこう戻ってきて、今度こっちへ、こうと両方できるね。じゃあそれでやってみようかね、両方だから右と左、右こうこうやって、右と左、こう右と左、こうまっすぐね、自分まっすぐ、こうやってまっすぐ、こうまっすぐ、自分まっすぐ、そしたら戻ってこっちへ、今度こう、今度戻って今度こっち、こうまっすぐ、まっすぐが優先だから、左右均等にやってほしいの。右側に重心じゃない、あんまり注力してんじゃなくて、両方均等に。じゃあやりましょう。今度今はこう来たのね、こういうの、
そしたら今度こう来てこう来たので、今度こっちこう来てこう、これ何研究してるかっていうと、いつも同じ右も左も同じ正中線、これね片方だけやってるとね正中線ずれちゃうんですよ。でも左右やってると正中線まっすぐになるから、こういうふうにこっちこういうふうにほらまっすぐでしょ、これこうならないね、こうなってるのほら、で今度こっちこうこうなってるの正中線なので、それの練習でこうやって、それから今度こっちこうやって、でこのやりすぎないの、やりすぎてこうやってあれ技いっちゃないの、こう崩すだけ崩すだけ崩してて、俺がもらったよってとこまで、もらったよってとこまでで次へ行くの、次へこう次行くの、次へこう次行くの、次へほら正中線左右同じね、いい分かったいい、じゃあねちょっとやってみよう、こう来て今度こうやこうやね、こうやね、でこう来て今度こっちこうやね、でこれも左右均等に、左右均等こう、これも人によってなんだ、ね、あんまりこぐることばっかり考えてるとダメなの、だから出してきて崩れないね、こう、まあまあ反撃もらわないように、反撃のことを考えて想定できる反撃をもらわないようにこうここまで、そしたら今度こう変わって今度こっちこう同じでしょ、同じようにね反撃をもらわないようにこうこういいちゃんとね、で左右やる、左右こうに、はい、じゃあやってみようか、要は裏に入るこうこうこうで天地投げね、抜けたのこういう形、これが一つ、今度こ今こっちから回ったのね、今度こっちこう回ったの、そしてよいしょこっちこうこっちあれこれだ、こっちとこっちね両方だ、同じだよね、これね同じで、両方神経入れとくってのは大事だから、これさんさん言われたんだけど、この片っぽだけ神経こうやってやったらダメなの、これ死んじゃったら、だから神経入れとくの大事、こう神経両方とも入ってるのこれ、ほらこっちもこっちも、そして気がついてるってことね、気がついてる、こっち両方入ってるの、こうこっち両方入ってるの、だから必ず必ず神経入って均等に均等にこう均等にね、均等に、じゃあやろうか、はい、ありがとうございます、よし。